どうも、超役役くんです。お願いします。ゆうさんです。のろくんです。はい、今日は今日ね、ぴょんぴょんズおすすめの卵かけご飯を紹介しようと思います。ぴょんぴょんズおすすめの卵かけご飯。これね、究極だと思うよ。究極。この卵かけご飯、ぜひ試してほしい。もう、私も早く食べたいんで、もう早速作ろう。あ、行きます。はい、何を入れるのか楽しみにしてください。それでは、レッツゴー。ご飯を分けてきました、穴を開けました開けました、おめでとう、したら卵を割ります。割ります。まず調味料を入れます。調味料なんてあんの？あ、お醤油だ、お醤油だって卵かけご飯やるって言ったら醤油ですからね。これ使います。でもぴょんぴょんズは、めんつゆなの。めんつゆ、これなんか出汁も入ってて甘みもあって美味しい。まあ目分量、これ多い方がいいですわ、僕的には。いや、しょっぱくなっちゃう。目分量入れて、これと普通の卵かけご飯、まあこれでも美味しいんですけどね。でもぴょんぴょんズはこれを入れます。じゃん、天かす。いや、これ入れるとね、まず美味しいのよ。和風ですよ。そう和風。卵かけご飯の時点で和風じゃない。これをまあ適当に。そう多い方が美味しい。こうやって卵隠す感じがいいらしいよ。はい、いい。これを混ぜていきます。はーい、混ぜて、自分で混ぜて、これ、ね、天かすのサクサク感を楽しみたい。確かに、音も手早く混ぜて早く食べてください。しかし、今は時刻朝10時20分、朝ごはんです。朝ごはんめちゃめちゃこぼれてる。両手下がってるってこういうことだから。朝ごはん普段食べないんで僕、でもこの卵かけご飯だったらできたよ。できた。めちゃめちゃこぼしてるから。じゃーん。じゃないよ。早速食べていきまーす。卵かけ。名前あるんですかこれ？これは卵かけご飯。スペシャル卵かけご飯です。どこがスペシャルなの？天かすが入ってる。あ、じゃあぴょんぴょんズ卵かけご飯ね。あ、じゃあいいよ、それ可愛いから。それ採用。PTKG じゃん。みなさんもやってみてください。 PTKG。 なんだそれ。いただきます。はい。これわぁ、でもなんなら僕も久々ですからね、 PTKG ですか。そう、めんつゆなんですよ、決め手は。甘くて美味しい。だからほんと俺、卵かけご飯って、まあさっきも言ったけど、醤油の、もう醤油じゃん、ねえ。で、その時に私が現れて、ゆうさんっていう人物が現れて、卵かけご飯、まあ食べるってなって、そしたら普通の顔でこれ持ってきたんですよ。逆にさ、私醤油の卵かけご飯食べたことないんだよ。やばいっすよね。だってどういう育ち。めんつゆの方が美味しい。宮城県は何ですか、めんつゆが有名みたいな。多分私の実家だけかな。あ、家族みんなやんのこれ。卵かけご飯醤油で作る人家族にいないよ。マジ、生まれた時から、うん、なんかセットで置かないの、めんつゆ醤油お好きなのどうぞみたいな。うん、めんつゆ卵かけご飯食べるんでしょ。美味しい。これもう虜になっちゃってますかね。まあ節約っつうか、簡単ですし安いですし、うまいんで。天かすもね、結構お安く買えるからね。うん、食べれそう。うん、食べれそう。これはいける。サンゴ炊いたんだけど。夜だったらいけたんだよ。夜卵かけご飯ってことないでしょ。なんで卵かけ、ま、ご飯、まあ朝のイメージあるけど、いつ食ったっていいやんな。急にいつ食ったってええやんな。夜食ってもお昼食っても。だからこういう時はいいから。しょっぱくすれば食べれるってこと？そう、青森県は濃ければ食えるっていう文化なんだから、青森県の CM は寿命縮めましょうって CM やってるんで。ほんと？うん、ほんと？うん、あ、寿命縮めましょうじゃねえわ、逆か、長生きしましょうか。どうじゃん、びっくりした。青森県 CM で、地上波で寿命縮めましょう。どんな県だよ。びっくりした。やべ、炎上しそう。寿命縮めましょう。いや、やっぱでもうめえ、おいおいめえ。お返しよっかな。サンゴ炊いてるからまだまだある。あと 1.5 合くらいあるよ。私めんつゆめっちゃ食べるんだよね。
和食作るときめんつゆに結構お世話になってて、だしも入ってるし、何入ってんだろう、これみりんとかも入ってるんじゃないの、やばっ、あんなんじゃん、うん、みりんとか入ってるし、だしがもうカツオ、イワシ、ソーダカツオ、マグロ、昆布、とかなんかいろいろ入ってるから、やばっ、もうサシスセット全部入ってる、入ってないですね、皆さんも家庭に1個あったらサシスセット入ってたら味噌も入ってることになっちゃうから入ってるんで入ってないよ、うん、で、やば、で、手は流すな、だからこんな味か、魔法の調味料ですか、ぴょんぴょんず話をすると、ぴょんぴょんず話どうぞ、ほんとこれめっちゃ食べたよね、うん、野呂くんが結構うちに遊びに来ることが、うん、遊びに行くとかね、多くてで、なんか食べるってなった時、なんもないけど卵とめんつゆと天かすだったらあるってなって、うん、これ出したら、うめえってめっちゃ食べてる、やばいやっぱね、うん、伝説で食べた、あ、おかわり、いいかな、おい誰だよ、産後退場の、いや、野呂君食べるかな、おい分かってんじゃん、朝の人って、え、夜の人って、いやいやいや、何号炊くって昨日聞いたじゃん、もうじゃあで食べよう、じゃあ食べるの、何食べれるの、全部じゃあをもし残したらそれを冷凍庫にボン、冷凍庫にじゃあは入れられないし、うん、卵に混ぜたらダメだよ、もう一杯ぐらい食べとく、食べて、うんうん、別に早食いじゃないから、自分のペースで食べるね、早く早く、あー、ひどいひどい、分かってんじゃん、プレッシャーに弱いって俺、待ってるよ、あー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 、もう、あーあーあー、10時か、あーあーもう最悪、うん、帰って終わる、今に行こう、イエーイ、え、食べんの結局、食べて、えいや、食べよう、イエーイっつっといて、え、私はいい、もうずる、お腹いっぱいなんで、ずる、え、ちょっとご飯の中身だけ見せてもいい、ダーンと根気、え、二人で一杯食べたら一合は減ったかな、一合は減ったと思う、ちゃんと二合、え、今日フードファイト系の動画だったか、なんかもう逆にプラスアルファってもうない、青さこ、え、青さこって何、青さこ入れてみる、青さこ、青さこ、じゃあいつも通りご飯に穴を開けまして、ビーン、何の効果もなし、めんつゆ、僕は香味が好きなんで1、2、3、4、え、まさかのめんつゆ測るの秒数ってこと、よし、そしてはい、え、青さこ、青さこ、青さこ絶対合うと思うんだよね、まあでも色合いはいいと思う、ほらまだ全然溶かってない、パセリみたいな、もっと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 もちょっと、これ食べてみて、ちょっとボケたでしょ、いや、美味しいぞ、え、怖えな、ちょっと大丈夫、いくぜ、ん、食べたことあるような味、青さの味かも、青さ入ってるもん、だってなんだろう、うん、青さ強いよ、え、美味しいっしょ、青さの主張が強いんで、ちょっとパス、え、絶対美味しいっしょ、入ってみるや、醤油な、食べてみろや、醤油が、え、醤油って、いや、言ってねえわ、返しろよ、お腹いっぱいだな、青さ、青さ言ってないで、青さでダジャレ作れるかな、どっちが早いか勝負しようぜ、青さの色は青さ、青さじゃないかな、あ、違う、あ、でも昔緑って青にだったんで青さ、この青は普通に青だからダメだ、ダジャレになってない、意味がかかってないからダメだ、これ青さ止めてたクリップの、私食べたから器水につけとくね、ずるっ洗うの大変になっちゃうから、これだから女の子はな、何ですか、家庭的、朝食でいいな、家庭的って言いなさい、はいはい、頑張ってるよ頑張ったでしょ、ごちそうさまでした、あ、私も映る、美味しかったですってことなんで、またあ、私もいるよ、皆さんも PTKG やってみてください、以上、跳躍ぴょんぴょんの野呂くんでした、バイバーイ、はい、やってみて、はい。